どうもシュメルです。今回はね、今朝アップルのイベントで発表された製品とサービスについてね、まあ私が気になったものだけピックアップしたいと思います。で、一応ね、これだけまあ発表されたサービスとその製品があるんですけれども、私が気になったものはね、たった3点のみです。iPad Air 4、そして iPad 第8世代の無印版でですね。そして最後、充電器が、まあようやくね、もう付属品として廃止が まあ決定ししたとととといいいううここがつにに始まるということに関してでですねで特にまあこの動画ではね iPad Air 4とまあ、それのね買う際におそらくですけれども iPad Pro 11インチとまあ悩むと思うのでそれについてのねあの内容がかなりの時間を占めると思います。で僕の動画ではね Apple Watch シリーズですね、Apple Watch 6とか SE はねまあ、気にならないわけではないんですけれどもね僕がね、Apple Apple w ウォッチユーザーになることは多分ね、かなりの確率でないので、まあそういったねアップルウォッチに関しては他のね、YouTuber さんの動画で、まあ、情報を集めていただければなと思います。それではね、iPad Air 4から話していくんですが、まずはね、簡単なスペックを紹介します。デザインに関してはね、まあ今の iPad 11インチモデルのプロ版とね、ほとんど同じようなデザインで、サイズはね、10.9インチのディスプレイサイズですね。で、5色の、まあ、カラーバリエーションからなっていて、さらにね、このマジ キーボーボドが使えるようになりましたですので、使用用途としては今のプロ版とほとんど変わらない感じになってきますね。で、ロック解除に関しては、タッチ ID を電源ボタンのところに付くようになっていてですね、これはね、まあ人にもよるんだろうけれども、まあ多分まあ使いやすいっちゃ使いやすいとは思いますね。あのフェイス ID たまにめんどくさい時もあるので、まあこの辺はまあそこまで気にする人はないと思います。で、そして一番重要なのが、 処理能力ですね。これが A14 Bionic チップというね、おそらくこれは iPhone 12ね、来月発表されるものにも搭載されるんですけれども、これがまあめちゃくちゃいいんですね。多分ですけれども、実際にね、その iPad で作業とかしている時には、今の iPad Pro の2020年のモデルとほとんど体感差はないと思いますね。あの、数値上はね、まだ Pro 版の方が、まあ、処理能力が高いそうなんですけれども、多分、まあ、実際に使う分にはあんまり気にならないと思いますね。 ね、そしてね USB がライトニングから USB t y p e C になったのでこれもまあ高評価ですね、まあ、いずれねこのライトニングっていうのは全部なくなってしまうと思うので、まあ、それがどん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 加速していくと思いますでスピーカーがステレオスピーカーなんですけれどもこれはね iPad Pro のように4つのスピーカーが乗ってるわけじゃなくておそらくねあの上下に1つずつしか乗っていないと思いますなのでデュアルステレオスピーカーですねで価格が昨年よりも あの上がっていますこれが62,800円と昨年のモデルよりも8,000円ぐらい高くなっているんですね。で、64GB のモデルと 256GB のモデルに分かれています。で、これね、まあ、おそらくなんだけれども、人によってはね、 ipad pro 11インチモデルととどううしててても比較すするるっていい人が、まあ、出てくると思いますねで、ここからはね、iPad Air 4に関しての僕の意見になるんですけれども、確かにこの iPad Air 4はね、アップグレードされていて非常に良い,い製品だと思います。それは間違いないです。けれども、まあ、皆さんね、こう iPad Air で何をするのかっていうのを絶対に考えた方がいいです。購入する前に。なぜかというと、一つ確実に言えるのは、 生産的な作業をする予定がない人ですね。そういった人っていうのは全くもってこの iPad Air 4のその性性能能っていうのは高性能すぎるんですよねでそして生産的な作業をする人っていうのは 64GB の一番安いモデルだと多分少なすぎると思うので最終的にはね僕はこの iPad Air 4っていうのは微妙な立ち位置のような気がします。これはねまああくまで僕の意見ですけれどもこの考えにね正直僕は今のところ自分の中ではブレはないんですね。い、まあ、いい意味ででは今まで、ね、こうプロ版がいらなかった人にとって は、まあ、いいももののように感じるかもしれませんいい意味で言うとね。でも現実的に生産的な作業をする人ですね。まあ、僕はこの今 iPad Pro を使ってあのルマフュージョンという、ね、動画編集作業で、まあ、この動画をいつも作るんですけれども YouTube 用のね。まあ、そういう人にとってはやっぱりね 64GB だと少なすぎるので 256GB を選択肢に入れると思うんですね。でそうなると やっぱり iPad Pro の11インチのそして一番安いモデル 128GB のモデルっていうのも、まあ、同時に選択肢に入るわけなんですよね。で、価格を見ればたった5000円しか違わないんですよね。で、それを考えれば やっぱりね、何かと妥協点のある iPad Air 4よりも、やっぱりプロ版の11インチの方が、僕はね、最終的な価格とのバランスっていうのは上だと僕は思いますね。なのでね、僕は iPad Air 4っていうのはね、まあ、正直ここまでね、あの一番いいチップセットを積むんじゃなくて、昨年のね、A13 バイオニックチップとか積んでおけばよかったんじゃないかなというふうに思ってるので、ちょっと高性能にしすぎた感っていうのは否めません。まあ、これはまあ僕の意見ですけれども、まあこれがね 僕のの ipad air 4にに関してのままあ、内容になります次にね気になった製品が iPad の第8世代これがね無印版のものですけれども、まあ、10.21のディスプレイで処理能力が A12BiONIC これがねあの iPhone XS とか 10R と同じものを積んでいて正直ねこれだけの処理能力があればコンテンツ消費をするね YouTube とか見るぐらいとかあの映画を見るぐらいであれば100% 十分な処理能力がありますし、この、ね、処理能力があれば、おそらくね、ある程度重い作業もできますよ。多分ですけれども、動画編集ですね、1080p ぐらいであれば、まあ、何ら問題なくこなしてくれると思います。で、それでいて価格が、まあ、税抜きで34,800円ということなんで、 これはね、本当に初めて iPad 買う人には、まあ、まずこれ買っておけば問題ないですし、太鼓板をね、押すレベルですよ。なので、しかもまあ安いということもあって、まあ、これはね、ぜひ iPad に興味がある人は、ここからスタートしていいと思います。最後はね、環境に関しての話ですね。まあ、これはね、あの充電器の付属っていうのが今後なくなっていきますよっていう話を、まあ、されてはいたんですけれども、まあ、それを話す前にね、ちょっとやんわりと話をね、和らげるために、まあ100、100%リサイクルの材質で使って ますとか環境に配慮した製造法をね我々やってますということまあその環境関連チームのトップの人が出てきて話していてですねまあ、こういうんですねこれをね簡単に翻訳すると時にはものづくりよりもしないことの方が大事なんですよと。 いうふうに言うんですね。で、それが、まあ、充電器をですね、今回、あの、Apple Watch から排除するっていうことをスタートして、おそらく来年とかになれば iPhone にもそれが波及していくと思います。まあ、この問題に関してはね、充電器を付属することも正解だし、付属しないこともね、環境面を考えれば正解なんですよ。まあ、ただね、僕はここでいつも一つ言いたいのは、じゃあ、その分価格をね、5ドルでも10ドルでもいいから、安くしてよって言いたいんだけれども、 まあ結局、まあしないですよね。どうせ気のいいですね。399ドルとか499ドルとかでな端末を売ると思いますよ。399が389ドルとかね、なるわけもなく、結局安くはならないっていうのが、まあ、現実なので、まあ。 いいいように環境問題が利用されててるとしか、まあ、僕は、ね、見ては見ません。以上が、ね、今回のアップルのイベントで私が、ね、気になった内容3点を、ね、ピックアップしましたけれども、まあ、主役の、ね、iPhone12 がないので、まあ、ちょっと味気ないかもしれませんけれどもそれは、ね、来月楽しみにしておきたいと思います個人的には、ね、本当に iPad の無印版ですねこれが地味ながらですけれども本当に一番いい製品だと思います今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう